皆さんこんにちは、吉田達也です。はい、では早速こちらのアレンジ作っていきたいと思います。はい、ではアレンジしていきたいと思います。では再度こちらを2つ分けていただいて、センターを編み込んでいきます。まずトップの髪の毛を取っていただいて、これを3つに分けて表編みでやっていきたいと思います。はい、でこの表編みの途中でこのベースの髪の毛を取っていただいて、三つ編みの髪の毛束に混ぜていただく。これをずっと繰り返していきます。三つ編みのやり方にこの根元の髪の毛をプラスする。三つ編みのやり方に根元の髪の毛をプラスするってしていただくと編み込んでいくことができます。なのでまずは三つ編みができない方は三つ編みを練習していただいて、で徐々に慣れてきたら編み込む練習してみてください。はい、で一度毛先を結んでおきます。で次にサイドですね。サイドを2つに分けちゃいます。分けてロープ編み、外にねじって中に入れる、外にねじって中に入れるっていうのを繰り返していくと、はい、このようにロープ編みができて、でこちらをほぐしていただきます。はい、でこちらは一度止めておきます。ではこちら側も2つに分けてねじってクロス、ねじってクロス、ねじってクロス、こちらを続けていっていただいて、でほぐしていきます。はい、でこのほぐした2つを一緒に持っていただいて、はい、でゴムで2つを1つに結んでしまいます。はい、このような感じですね。でこの三つ編みのこの、はい、ここの中にこの毛先を入れちゃいます。でグッと絞ってください。そうするとこの編み込みの中にロープ編みが入ってきます。で毛先のゴムを外していただいて、まあ、入れてても外さなくてもいいんですけど、このさっき結んだゴムの部分に、はい、巻きつけます。でこの毛先を使ってゴム隠ししていきます。でピンで留めていただきますね。でここまで来たら、ここまで来たら毛先をストレートアイロンや 32mm、38mm はデカすぎですね、 26mm ぐらいでちょっと動きをつけてあげて完成です。で顔周りもしっかりと巻いていただくと可愛くなると思います。はい、あとほぐせる方はもう全然ほぐしちゃっていただいて大丈夫ですので、やってみてください。
あとは直角に三角のピンを止めて完成ですね。はい、こちらです。はい、編み込みとねじり、ロープ編みできればできるアレンジですので、ぜひチャレンジしてみてください。では本日もご視聴ありがとうございました。